s t s 九十九のミッションパッチシャトルレーダートポグラフィミッションは、スペースシャトルに搭載したレーダーで、地球の詳細な数値標高モデルを作成することを目的としたミッションである。二千年、モーリー・マモルも参加したエンデバーの、ST、s t s 九十九ミッションで行われ、ペイロード米のメインアンテナと、長さ六十メートルのマストの先の外部アンテナで構成される C バンド及び、 X バンド干渉合成開口レーダーで緯度60度内を測量しり口の80%の標高データを得た。C バンドの標高データは無償でダウンロードでき、3秒角メッシュの SRTM-3、30秒角メッシュの SRTM-30、およびアメリカ国内の1秒角メッシュの SRTM-1 が公開されている。 高解像度の地形標高データはこれまで米国内でしか公開されていなかったが2015年から世界中で公開するとホワイトハウスが2014年9月に発表した SRTM で得られた解像度90メートルの低解像度データは2003年に公開されていたがオリジナルデータの解像度30メートルのものが公開される観測期間中各地で コーナーキューブで電波を反射させ、地形図に文字を書き込む実験が行われた。ありがとうございます。